ダルトン・キャッスルはアメリカ合衆国のプロレスラー。ニューヨーク州オールバニ出身。ローではダルトン・キャッスル、チカラではアシュリー・レミントンのリングネームで活動していることで知られる。学生時代、レスリングに打ち込む。NCWA が選出するオールアメリカンのメンバーに選出されるなどを活躍した。2008年よりプロレスラーになるためにトレーニングを開始。 2009年8月2日、地元であるニューヨーク州を拠点とするインディー団体であるエスプリングウィズにて、プロレスラーデビューを果たし、マーク・クリーガーを相手に勝利を飾った。デビュー後、NWA 加盟団体である NWA、ニューヨークやオハイオ州を拠点とするアイビに参戦し、またキャリアが浅いながらも、カナダの CE4、イングランドの一歩。 UK など世界中の団体を転戦して武者修行した。2011年2月より、ウィルカルリーシャンとピーコックエクスプレスなるタッグチームを結成。並行してシングルとしてはマサチューセッツ州のネカップリングウィズ、ペンシルベニア州の IWC などの団体に参戦。コルトカバナ、サミ、キャラハン、アントニオ・トーマスといった実力者たちを相手に勝利を収める。 2012年10月6日、エスプリングウィズのイベントである、レッスルバッシュにて、エスプリングウィズタッグ王座を保持するロチェスター・レッキング、クルーに刑事マッチで挑戦して勝利し、キャリア初の王座を体感した。2013年5月11日、ローのイベントである、ドラゴンズレインに参戦。ジミーナッツと初出場者同士での対戦を行うが、試合終盤に、 レッドタイタスの乱入により襲撃され、ノーコンテストという形で、試合終了した。12月14日、IWC ウィナーテイクスオール2013にて、スペシャルレフェリーに、ノームコナーズを迎えて、IWC 世界ヘビー級王座を保持するジョン、マチェスニーに挑戦。劣勢だったものの最後には、ポスト際のセカンドロープから攻撃を仕掛けたマチェスニーを、捉えるとそのまま、 ジャーマンスープレックスを決めて勝利。試合後のマイクアピールでは、メジャー団体進出を目標に掲げて2013年最後の試合を締めた。2014年5月25日、ペンシルベニア州を拠点とする団体である力の一夫、ユーオンリーライブトゥワイスにてセーリングを趣味とする、天真爛ンマンな海の男、アシュリー・レミントンとして登場。ダルトン・キャッスルとは、 正反対のベビーフェイスとして相手である、チャック・テイラーをヒールへと変貌させるが最後は、アンカーズ・アウェイを決めて勝利した。7月27日、ローの若手発掘イベントである、フューチャー・オブ・オナーにに参戦。ボビー・フィッシュ、ドリュー・アドラー、フォックス・ビニアーとガントレットマッチを行うが勝利するに、至らなかった。9月20日、チカラ・キング・オブ・トリオス2014にて、吉立と対戦するが、 試合開始から苦言を呈するゲスト解説のフ安ンフランシスコでコロナドが我慢できずに試合途中に乱入して強襲。この介入に奮怒したヨシがコロナドにハイキックをミマイリングから追い出す。そして自身はお礼にフルーツの盛り合わせをヨシに渡すと両者手を取り合い、ノーサイドで終了となった。2015年1月3日、ローのトッププロスペクトトーナメント2015に出場。 入場の際に二人のマンサーバントである、テイトツインズを引き連れて登場し、一回戦で、アシュリー6と対戦。最後にチョークスラムを暗い敗戦した。2月16日、ティエネの、ワンナイトオンリー PPV である、グートチェックに出場。一試合目に、DJZ と対戦して勝利し、メインイベントの勝者は、ティエネ入団候補となる5ウェーイエリミネーションマッチを、 行うがクリムゾンによりホールされ敗戦した。3月31日、ローと契約を交わして入団することが決定。5月24日、地からアニバルサリを、A、ニューアティトゥードにて、地からグランドオーザを保持するハロウィックに挑戦。一進一退の攻防を繰り広げるが最後にヤクザキックを浴びて敗戦した。6月6日、ロー、オン SBG にて新日本プロレス所属の 重心サンダー・ライガーと対戦。ライガーの18番といえるロメロスペシャルをくらったり、低突ンズまで利用されて、散々な試合内容になるが、バン・アランを決め、エベレスト・ジャーマンスープレックスを仕掛けようとしたところを、阻止され、ライガーボムから垂直落下式、ブレインバスターへと畳みかけられ敗戦した。7月4日、ロー・オン・ SBG にて、渡辺交渉と対戦して、 前半こそ攻められたもののローリングクレードルを仕掛けたことをきっかけに構成を逆転させ、最後にバンアランを決めて勝利した。8月19日、ローオン DA にて、サイラス・ヤングと対戦して勝利した際に逆上した、ヤングから挑発され低突ンズをかけて、構想を開始。9月18日、ローオールスター・エクストラバガンザ・セブンにてヤングと対戦。終盤に、 レフェリーの視界を遮ったところへ、ヤングから、近敵攻撃を食らうと最後にミザリーを決められ敗戦。テートツインズを連れ去られた。12月18日、ローフィナールバトル2015にて、サイラス・ヤングと対戦。ヤングが引き連れた、テートツインズが、タンクトップに、ジーンズの姿へと変わり果て試合では介入される場面もあり、最後に、ヤングからミザリーを食らい敗戦。しかし、 試合後に低イ,インズが椅子を持ち出したところヤングを裏切り総叩きにして追い出すと、再び自身のマンサーバントとして従うことになった。2016年2月19日、ローと新日本プロレスで共同開催された、ローナーライジング2016にて初来日を果たす。田口隆介と組んで因縁のある、重心サンダーライガーマットサイダルと対戦。入場では、マンサーバントに、 金光輝明と川人たくらいを引き連れて登場し、田口もリングへ上がると、自身のオマージュであるポーズを取る。試合途中ではライガーに、場外へ追い出された際に、根高と川人を使われポーズを取られ、株を奪われてしまい、最後は、サイダルより、リバースフランケンシュタイナーから、エアサイダルを決められ敗戦。同月20日、ローオナーライジング2016にて、フランキーカザリアンと対戦。 終盤にヘッドシザーズホイップからトッペスイシーダーへとつなげると最後にバンアランを決めて勝利8月19日ローと新日本プロレスで共同開催されたローデスビーフォーディスオーナー14にてノンタイトルで岡田和地下と対戦最後はレインメーカーで敗戦したありがとうございます